中華特別進学コース3年野球部の金城秀樹です。小学校の時におじいちゃんと一緒にプロ野球をよく見ていて、野球のことを知って地元の男の子と一緒に公園で野球をしてきて楽しんでいました。小学校4年生の時に男の子に一緒に野球部に入って野球をしないかと言われたので野球部に入って野球をしました。中学校3年間野球をやってなかったので、高校野球をやることによって基礎基本がうまくできるようになったり、体力的にもついたりして早くうまくなれるので石原高校野球部に入部しました。沖縄ティダバルで水曜日と土曜日の少ない時間ですが、社会人から中学生まで幅広い年齢層で野球をしています。大会は年に4回ぐらいで内地に遠征行ったりして出場したりしています。女子のクラブチームで野球をやっていて、大会出場して3打数3安打というバッターとしては最高の成績を残せて、2試合でも6打数4安打という5割以上の成績を残せて一番良かった大会でした。さっきはバッティングのこと言ったんですけど、やっぱ自分の中ではコーチとかにも認められる守備が強みです。やっぱ高校野球をやってるので、みんなと一緒に練習をたくさんして甲子園に行くことが目標で、その甲子園で補助をしたりして一度でもいいので甲子園の土を触っています。やっぱ一生でも多くやって最高の夏にしたいと思います。埼玉県の平成国際大学が今オファーが来ている広島県の MSH 医療専門学校のどちらかで女子野球を続けていき、日本代表になることが夢です。大学卒業後はクラブとかも結構あるので、そこでも野球を続けてたり、できれば女子プロの試験を受けて女子プロにもなってみたいなとは思ってます。体育教師になることも夢なので、体育教師になって中学校高校で女子野球部を作って監督になって女子野球を広めることが目標です。将来は女子野球の日本代表になるぞ。おー I'm gonna go to the hospital.